令和3年6月10日、阿蘇山城にある阿蘇山城神社で、春の霊祭と河口沈めの神事が行われ、神職が河口に御幣を投げ入れ、中岳河口の平穏を祈願しました。阿蘇山城神社は、ふもとの市宮町にある阿蘇神社の奥宮で、噴火口は古くから武達、竹岩辰の御と阿蘇津姫の御と、 彦こみこの神のご神体とされていて、毎年6月10日に河口を鎮める春の霊祭が行われています。この日は新型コロナウイルス感染防止対策として、阿蘇神社の宇治子会会長の正代勝久さんだけが参列し、阿蘇宮司が祝詞をあげ、玉串を捧げて中岳河口の平穏を祈りました。 新事の後、阿蘇宮寺をはじめ、4人の神官が中岳河口淵に向かい、砲兵の儀式が行われ、3カ所から御兵を投げ入れ、今年1年間の河口が平穏でありますようにと祈願しました。ここ数年は河口への立ち入りが規制されていたため、砲兵の儀式を河口淵で行うことはできませんでしたが、前日の6月9日に立ち入り規制が解除され、 実に3年ぶりに河口に護衛が投げ入れられました。